どう思う？長なりそう。まあ、こいつの番長なりたい。この感じやったらええ。モテとるか。モテとるもんか、ポケ。いや、俺、まあ、俺はね、バレンタイン、中学の時バレンタインに、バレンタインでね、あの、俺がそんなバレンタインって何回も言い直しちゃうやつモテないっすよ。スッと言われるもんな。バレンタインをちょっと恥ずいってスッと言われる。言い慣れてないから言えんの嬉しくて。上手に言えた。バレンタインって口の中こんな形になるんですよ。いいな、知らんすぎやろ。言ってたやろ。感動ないよ。バレンタイン俺が休み時間にこうあのツップしてさ、ネタフリしてたらさ、 あのちょっと待ってくれ、ちょっと待って、ネタフリしてるの。あ、うん。まずはな、まず開幕友達おらんやん。まずはネタフリして休み時間過ごしてるやん。モテへんとか。そしたら教室 の扉からあの別のクラスの女子が、うん、どうする、え、渡すみたいな、うん、怖いみたいな、え、うん、言ってよみたいな言ってて、うん、だから俺もそのあー来てんなと思って、だもうアシストのつもりで、うんうんやるけどね、今なら気づきますよ。今いけるよと。チャンスゾーン来てよ。今晴れてるよ。そしたらその頃が、お前じゃねえよバーカ。で、俺どうしてか、何が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 、一緒にすんな。そんなと一緒すんな。で、これ後日談あって、しかも怖いのが、お前じゃねえよバーカも別に俺に言ってなかった。怖っ。お前この作品に登場してないんや。あの頃の世界に俺は脇役としてもいなかった。情けな存在すらしてない。